伊勢猿のとこ見てまいりました。ん、こっちだね。冠らしい。砂糖作り小屋だそうです。ゲットゲットゲットしかもうね、ゲットは覚えましたゲットゲット。声優だ。ここは声優か。うん。どう。太郎ってなんだ。太郎だ。太郎だ。うん？太郎ちゃんだって。太郎ちゃん。声優太郎ちゃんだそうです。ウルトラマンナンバー6ですね。太郎ちゃん。太郎。あ、カメがいっぱい。定番のカメがいっぱいですね。カメ。ほら、ウミガメが覗いてますね。ここ。そこ。あそこいいわ。うん。あ、こっちは葉っぱか。カメ。お、目の前に人差し。ここも。ここも。カメだらけです。いや、暑いぞ。ウルトラマンナンバー6、太郎ちゃんでした。カムリってことだ、カムリ。カムリ橋ですね。あ、いましたね、カムリ橋。いるんですね、カムリ橋ですね。動物はね、なんかムツゴロウさんみたいな。カムリは一つここかな。なかなかね、出会えないんです、カムリ。もしもし、こっちです。カムリ、カムリがあっち向いてるけど、ね、こっちから来ない。ヨンナーです。ヨンナー、ヨンナーちゃんですね。ヨンナーちゃん、ほら、うん、大きいが斜めになっちゃう。ルンナちゃん、ルンナちゃん生肉ですね、やっぱりね。そこに肉ありますけどね。ん、生肉食べるんですね。カラスの系統の雑食ですよね。足のね、左足のところにね、噛まれた跡があるんですよ、ランコさん。昨日ね、今日魚につつかれました。マングローブに合う。こっちにいた記憶はないね。ありますかね、これ。ん、幻想、原子林っていうか、なんていうかそのまま手つかずのとこを切り開いたって感じの。ゲットゲット。あ、これはね、なんかあの、ん、何、こういう刺すやつ。何が、どれ、葉っぱ、これトトロの世界の。あれは、あれはさ、ハスだよ。ハスの、なんだか、
あの信州の方の大きなハスがあるんだ。あの、うん、ハスではなくてね、里芋の葉っぱだったかな。マングローブどこまであるのか。めっちゃ遠い。やっぱ下の方かな。結構降りてから来るの。うん。まあまあ遠い。階段はあるけど。結構あるね。うん。で、平たくなるか。もうちょっと。ちょっと見てみようか。あ、もうちょっと、あそこだよ。ゴールだ。ゴールだってわけじゃねえな。まだありそうだ。うん、マングローブのとこに来ました。あの、シアシソンの尻尾見たらね。うん、何かいるか。特にシマネクとかはいないかもしれない。本当にぐっと回っていくんですけど、長そうなのでやめました。来たところに、ね、だんだん登ります。おじさんフラフラですけど、足がカクワクしてます。こちらの民家、1番座、2番座、なんか分からんけど。登録有形文化財だそうです。牧師邸。大正12年作ったそうですね。太鼓があります。太鼓、太鼓って言っていいのかな。うん、太鼓。三番座。ちなみにこれはほとんど水道ですね。ここでなんかライブかやるんかな。マイクもあるけど。うん、こう小道具もあります。おまわりさんの帽子とか。いただけるんだ、どんどん。はい、出口、出口。トイレ行こう。小さ。
はい、岩前村出てきました。ぐるっとね、ぐるっと出ないけどね、適当に走りましたけど、お土産まで買いました。いやー疲れた、歩き疲れました。